無料個別相談、介護職務系 LINE 相談窓口、概要欄から無料登録。皆さんこんにちは。今回は介護保険における重要なポイント、地域支援事業について解説をしていきます。ケア庁ではケアマネ試験で出るとこチェックリスト配布中です。また試験当日にわかる回答速報全問解説への申し込みも受け付けています。概要欄コメント欄からお申し込みください。最初に地域支援事業全体の目的などを見ていきましょう。この事業は2006年からスタート、2000年スタートの介護保険には当初はなかったんです。では地域支援事業、なぜ追加されたのでしょうか。介護保険では保険給付を受ける人はすなわち介護が必要な人だけでした。政府はこの先の将来の介護が必要な人の人数やお金を計算したところ、保険を使う人がかなり多くなってしまう。今のままだと介護保険が成り立たない。ならば介護が必要な人数を減らすしかないということに気がついたわけです。じゃあどうやって減らすかというところで、介護保険の枠組みの中で元気でいてもらうようにしよう、介護が必要にならないでいてもらおうと考えるように至ったわけです。そんな背景があるわけなので、地域支援事業は一つ、要介護状態になることを予防、要介護状態の軽減、悪化の防止を行う介護予防、2つ目に住み慣れた地域の中で自立した生活を送る援助を行う在宅支援という2つのものがあります。これを押さえて確認をしていくと分かりやすいです。地域支援事業は3つの事業に分けることができます。介護予防、日常生活支援総合事業、包括的支援総合事業、任意事業、この3つです。また介護予防、日常生活支援総合事業はさらに2つ、介護予防生活支援サービス、一般介護予防事業の2つに分かれています。この4個を確認をしておくと全体が理解しやすいと思います。それぞれ簡単に見ていきます。まずは細かく分岐する前の3つを見ていきましょう。介護予防、日常生活支援総合事業についてですが、要介護状態を予防すること、軽減すること、悪化を防止することを目指しているものです。またそのためにも多様なサービスを充実させ、支え合いの体制を作るものでもあります。介護予防、これを強く担っています。次に包括的支援事業です。これは特に在宅支援を中心として地域のマネジメントを行っているところです。地域包括支援センターの運営と4つの社会保障充実分の事業で構成をされています。もちろん全て勉強いただきたいですが、近年の試験でよく出ている包括的支援事業に関する問題は社会保障充実分に関する事柄です。この事業の名前は在宅医療介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業、地域ケア会議推進事業があります。これらについては内容までしっかり確認しながら過去問を解いておくと良いかなと思います。そして最後3つ目の任意事業ですが、これは地域の状況によって支援を行うものです。介護保険事業の安定化をするために行うことがほとんどです。費用の適正化を見るものなどがありますので目を通しておいてください。では次に介護予防、日常生活支援総合事業から枝分かれをしている2つの事業を見ていきます。一般介護予防事業、介護予防生活支援サービスがあります。まずは一般介護予防事業を見ていきましょう。こちらの方が特に介護予防活動などを行っています。事業としては5つ、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、一般介護予防事業評価事業、地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテーション活動支援事業、把握、普及啓発、評価、介護予防活動支援事業、リハビリテーション、これら5つを行っているということをまずは理解して覚えてしまいましょう。それぞれの事業について簡単に触れておきます。介護予防把握事業、これは地域住民などから情報を集めて対象者を把握する事業です。支援が必要な人を見つけ出して介護予防活動に結びつけることをしています。2つ目、介護予防普及啓発事業、こちらは体操教室や栄養に関するアドバイスの講演会といった介護予防活動の普及啓発を行っている文字通りの事業です。3つ目、一般介護予防事業評価事業、3つ目のこちらは介護保険事業計画などで定めた目標についてどれぐらい達成できているかなどを確認していきます。地域活動予防活動支援事業、4つ目のこちらは地域住民主体の介護予防活動の支援や育成を行っています。地域住民が介護予防に関する活動をするための支援や実際に活動の実施を行っています。そして5つ目、地域リハビリテーション活動支援事業、これは専門職の方が地域包括支援センターと連携、通所系サービスや訪問系サービス、地域ケア会議やサービス担当者会議などの介護予防に関する取り組みを総合的に支援する事業です。地域住民や介護職員への介護予防の知識や技術面の助言や地域ケア会議などを行っています。そして介護予防生活支援サービス、こちらは要支援者などに対して必要な事業を行っています。使えるサービスそのものです。訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント、これらが当てはまります。こちらはイメージがしやすい具体的なサービスです。事業の対象となるのは要支援者、基本チェックリストに該当する第1号被保険者、要支援者だった頃から継続して介護予防生活支援サービス事業を利用している要介護者になります。要介護認定を受けていない人や要介護者でも例外があることに注意が必要です。
こんな感じで地域支援事業は3つの大きな枠組みとさらに2つに分かれるということをしています。最終的に地域支援事業をマスターするには28の事業を確認し違いを認識する必要があります。ケアマネ試験では細かな部分まで勉強するため全体像が分からなくなってしまうことがあります。全体を意識することで何の勉強をしているかが分かりモチベーションアップにもつながりますし、偏った勉強をしないで済むようになります。皆さんの受験うまくいくことになっています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ダウンロード資料は試験当日に分かる回答速報、全問解説は概要欄から確認ができます。ぜひ確認をしてください。それではまた次の動画で。ケア庁では無料の LINE 相談窓口や転職・求人のサポート室を開設をしています。 LINE の相談ではこちらのような人間関係、介助術やお仕事探しなどのご相談が無料でできます。登録方法は4ステップ。ステップ1、コメント欄にあるケア庁のコメントをタップ。ステップ2、一番上の URL をタップ。ステップ3、ケア庁相談室の説明ページが出てきますので LINE に登録してみるをタップ。最後に友達追加をタップ。これで登録完了です。マガジンなども届きますのでぜひお楽しみください。また転職・求人のご相談も受け付けています。こちらの相談方法は3ステップ。ステップ1、コメント欄を開いていただく。ステップ2、今度は真ん中の URL をタップ。最後に開いたページから情報を入力し送信。完全無料で求人の紹介、面接の対策ができます。ぜひご活用ください。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。またケア庁では介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それでは次回の動画で、さよなら。